い、まあ、そんなわけでですね、プレイステーション4と Xbox One のお話を、たっぷり時間をかけてお話をしたわけでございますが、はい、まあ、あとはですね、まあ、その他の出来事、まあ、1月から12月まで皆様のお手元にですね、まあ、ざっくりとですけど、まあ、取り上げさせていただきましたので、ちょっとここからですね、2013年に起こりました主な出来事をですね、まあ、ね、ピックアップ、いくつかピックアップしてお話ししていこうと。まあ、私だけがね、ビャビャ話してても仕方ないので、まあ、皆さんにね、一つずつ、ちょっとピックアップしてもらって、ちょっとお話をしようかなと思っておりますので、そのつもりでよろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。じゃあ、ソエさんから。あ、はい。はい。じゃあ、そうですね。お願いします。じゃあ、すれ違いミー広場の大型アップデートで、有料の追加ゲームが4つ登場したっていう出来事ですね。はい。まあ、そうです。まあ、印象的だったのが、ほとんど、最初ほとんど宣伝してなかったのに、まあ、結構なダウンロードを行ったっていう、まあ、岩田社長の発言が印象的だったなと、振り返って思いましたね。ああ、なるほど。うん。確かに。まあ、結構ね、まあ、結局昨年、まあ、このすれ違いミーヒューバーも含めて、結構、任天堂がダウンロードビジネスを全体的に結構展開してきたわけですけど、まあ、そんな中でね、今まで無料で、ね、ずっと皆さん利用されてたすれ違いミーヒューバーで、いきなり、なんか増えてるぞと。何すれ違いシューティング、すれ違い、なんかね、いっぱい増えて。おーっと思って、まあ、でも、まあ、ただではないんだけど、みたいな話もありましたけど、うん、まあ、結構ね、どれも、まあ、すれ違い通信前提のゲームですから、はい、やっぱり。ちょっとやっぱりその違いますよね、普通のゲームと。まあ、そうですね。まあ、ちまちま結構遊んでいく感じにはなるとは思うんですけど。皆さんちなみに買われました？どれぐらい買われましたか？買ったとしたら。僕は全部買いました。全部買いました。僕も全部買いました。私も全部僕も売り方もうまかったですよね。一つ500円ですけど、全部だとセットで1500円ですっていう。そうでした。はいはい。一つ買って、後で、いや、他も欲しいってなっても、1500円が1200円になったりとか、そこまで考えてましたからね。そうです。うん、そこまでやるかみたいな感じで。皆さんちなみに、お気に入り、どれみたいなのあったりしますかね。どれも楽しかったですか？これはやっぱり楽しかったですけど。私から話しましょうか、そこ。まあ、私も、未だにね、全部遊ばせてもらってるんですけど、すれ違い迷宮かな？でも、あれが一番ハマってるかな？自分の中では。さすが、中さんとか思いましたけどね。はい、あれ、プロペが、まあ、作った作品なんですけど、まあね、迷宮にパズルはめ込んで、ピースをはめ込んで、道を作って上を目指すみたいなね、迷宮と、まあ、RPG の戦闘が重なったので。結構ね、いろんなゲームの要素が入ってて、バランスも、うん、結構取れ、まあ、そんなにね、難しくはないんですけど、結構収集要素も豊富で、割とね、まあ、元を正せば500円ですからね。500円って思いますよ。普通に考えたら。すごいと思います、本当に。ここまで長く遊べてます。だからまあ、そういう意味でも、結構驚きました。本当に。うん。ここは、どうですかね。まあなんか、他の皆さんも、迷宮が一番面白かったと言ってくれたら、それで話は終わるかもしれませんけど。迷宮いいよね。あ、そうですね。迷宮。迷宮が一番いいです。あ、やっぱりそうですか。シューティングか迷宮かっていう感じかなと、うん。そうですよね。はい。そうですよね。僕もそう思います。シンプルにお会いしましたね。はい、うん。こういうのを空気読むって言うんでしょ、はい、この場は空気読まなくて全然いいんですけどね。ああ、そうですか。シューティングはシューティングで、すれ違いならではのランダム要素がやっぱり結構生きてくるので、色によってやっぱり、攻撃の種類が変わってきますから、そのすれ違った人によって、もう全然攻略のしやすさ自体も違ってきますんで。そうですね。はい、そういうランダム要素がやっぱり楽しいものにはなってると思いますね。これすれ違いならではかなっていう。あとシューティングなんですけど、まあ、ランキングが個人的に面白かったですね。まあ、ネットの世界ランキングで、まあ、1000何位とか言われると、
まあなんか上目指す気はあんま起きないんですけど身近な人ぐらいだったらまあちょっと上位頑張ってみようかなっていう気になれたのは個人的に良かったですね。なるほど、うん、ね、まあインターネットランキングは基本的にすれ違い通信でのもう対応を聞けたかな、あれは確か。ですから、そうですね、すれ違った人のランキングをどんどん交換してってるんで、はい、今まで自分がすれ違った人のランキングはこう見れる感じになりますね。だから結構ね、まあ私もそのすれ違い通信がやってて、あのまあいわゆる得意な武器、あまり得意じゃない武器みたいなのがまああったりして、うん、まあでその付け替えたりとかね、あの3箇所のどこかにつけ、どこにつけるのかとかいうのもあったりしますから、本当にそのまあ言うてしまうと性格が出るところですよね、本当に。うんうんうん、結構そのね、あのセンサー判別でどれが一番強いってこともないですから、そう、バランスも非常に取れてますし、シューティングゲームとしても非常に優秀な作品だったので、うん、あもううまいことよくできてたと思います。そうですね。あの僕はあの B の色を黄色にしていて、あのすれ違い伝説 の中だと黄色って超使えない色なんですけど、まあそういう活躍の場が与えられてよかったなっていうのを思いましたし。そうだ、あの、すれ違いにヒロアをやっててちょっと思ったんですけど、まあこれ全体的な話ですけど、結構その、いない色といる、いっぱいいる色って結構偏りがあるような気はしてるんです。赤が多いような気がしてる。個人的には。まあ、最初全然見ないですね。ああ、そうですか。ああ、灰色。うん、灰色とか、緑そうかな。黄緑かな、黄緑もそんなに見ないかもしれないですね。で、だからこのシンプルな色、赤、青、白、黒あたりが多めかなというのはちょっと思います。そうです。そこが、うん、だから自分はオレンジにしてるんですけど、はい、それでまあ迷宮とかまああんまりオレンジないので、はい、空気読めてないのかなとかちょっと気にしたり。本当じゃないですよね。だってオレンジはあれですよ、すれ違い伝説では私はすごい使えると思ってます。まあ、確かにそうです、ね。黄色は伝説でも使えないですし、迷宮でもいまいちですから。だから、服の色でうんぬんってすごいなと思って、ね。うん、あれは面白い発想だ。あれはね、今までになかった感覚だなと思って。でも、まあ、そんなにね、深く考えなくてもいいんだけど、来たものに対して、こう、いろいろ感じるじゃないですか、やっぱこうやって話してても。うん。だから、それってすごい新しい感覚だなと思って。そうですね。できればね、今年もう2、3個ぐらい増やしてくれたら嬉しいです。まあでもそれやるとね、うん、1回のすれ違いでね、1時間近くプレイすることになる。あの、4つこう消化するのがすごい大変になっちゃう。結構しんどいですね。あ、大変なんだよね。あの、人いるとこに行っちゃう。で、10人すれ違って一生懸命捌くわけでしょ。で、捌いてる最中に緑ランプがピカピカつくわけで、結構あれイライラするんだよね。まあまあ。しょうがないです。特にあの、花育てるやつも時間かかるしさ。すれ違いガーデンですね。特にシューティングなんかできないんだよ、人いるところで。シューティングちょっと難しいです。俺もちょっと最近ね、飛ばすことが多くなっててね、うん、シューティングだけ。ちょっとまあ、もったいない思いはしてるんですけど。もったいないね。もったいない、でもね、仕方ないんで。ちょっと遊びきれないっていうのはあります。で、毎回起動したら、まだ遊んでない人がいますよって言って出て、次の人を迎えることになるみたいな。いや、あの戦国時代のやつもあれ、好きなんだけどね。うん、世界合戦も私好きですよ、結構。あれ、俺は一番好きだね。わらわら感と言いますか。この、なんだろう、こう、すれ違ってさ、こう、十何人ですとかって見ると、なんかこう、ほっとするんだよね。なるほど。ああ、俺みたいな友達いないやつがいるんだな、みたいな。でも、たまに、あれでしょ？いわゆる、同じようにやってる人の中でもう、カンストしてる人とかもいたりするじゃないですか。わけわかんない人数のやついるじゃん。何千人とかつってさ。感想でも9が7個並んでるような人ももうすでに私何回も見かけてて、そうですね、すごい刺激だったんやこの人みたいな。都会やね。まあね、まあ、すれ違いガーデンも結構その花をね、いろんな花をこう集めていくっていうのをやるだけでもあれ相当時間かかりますよ。そうですね。今はもうようやく65種類ぐらいいったところで、はい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 、あと10、そうそうそう、あと15種類なんてとても集まる気がしないんですよ。大変だ、あれ。あれはなんか、レベルの高い、レベルというか、何回もすれ違った人
とすれ違えば、その人がくれる種が新しい花である可能性がすごく高いらしいので、まあ、意外とそこまで強いランダム要素があるわけではないらしいです。けど、まあね、まあ、いずれにしてもね、4つどれも、まあ、すれ違い、通信、あってこそみたいな。まあ、結構ね、選別されて、ね、残った4つの作品だということらしいので、まあ、それだけの価値はあったんじゃないかと思います。はい、本当に楽しませてもらいましたじゃなくて、楽しませてもらってます。はい、まだまだ。まだまだ、はい。半年、ね、半年経ってまだまだって言えるのすごいですね。まあ、だから、ね、ああ、ようやく4つ遊び尽くしたかって思った頃に、本当に次が来るかもねって思うと、嬉しくもあり、ちょっと怖くもあり。そうですね。まあ、それはまあね、次来るかどうかは全然わかんないですけど、うん、まあ、来たらその時はまたね、楽しませてもらえたらなと思います。はい。はい。では、マネさん。はい。何かありましたら。はい。僕はちょっと、こう、まとめた感じになっちゃうかなと思うんですけど、まあ、いいですよ、俺の手番なくなるんでいいですよ。そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。まず、なんか特徴的な出来事として、その、まあ、パズドラが、まあ、スマートフォンから、3DS 版としてパッケージのタイトルになったっていうことが、まあ、あったのと、やっぱりそのドラクエのシリーズがスマートフォン版で、移植されて出ますよっていうのが発表があったっていうのが、まあ、非常に特徴的な出来事があった一年だったなっていうのは感じましたね。まあ、スマートフォンで今一番勢いのある、そのパズドラっていうのが、まあ、実際にスマートフォンだけじゃなくて、コンシューマーに、の方まで、こう来たっていうのは、まあ、一つの大きい出来事だと思いますし、まあ、やっぱりその、こういうコンシューマーの中では、まあ、非常にメジャーなタイトルのドラゴンクエストっていうものがスマートフォン向けに移植されてるっていうのも、それはそれでまたすごい大きなニュースだったんじゃないかなというのは感じまして。はい。まあ、新しい、そうですね、こう時代が、もうそのコンシューマーなのか、そのスマートフォンなのかっていうのを書きにもそんなにどんどんなくなっていくのかなっていうのはちょっと感じますね。その、例えばスマートフォン向けで最初ちょっと実験的にやってみて、まあこう人気が出てきたんで、まあ開発費をかけてコンシューマーで出してみたりとか、またそのまあ逆、まあスマートフォンの性能が上がってきたんで、コンシューマーで出してたけど、それをちょっとこう移植していって、またこういろんなお金の稼ぎどころを生んだりとかですね。そういう可能性を秘めている大きい出来事があった一年じゃないかなっていうのは思いました。はい。そうですね。まあ、ゲーム機とスマートフォンの、まあ、先におっしゃってた、その、まあ、境界線といいますか。まあ、だいぶね、まあ、なくなってきてるというよりは、まあ、おそらくゲーム機もスマートフォンもどんどん幅を広げていった結果、それぞれ、まあ、その、つながるところが生まれてきている。まあ、メディアミックスの一環みたいな感じでですね。そういう展開が上で。まあ、しかもね、パズドラは、まあ、年末に発売されて、現時点ですでに100万超えということで、まあ、結構うまくいってますので。はい。まあ、これはね、やっぱりアピールの仕方次第。これはまあ、他のゲームソフトも一緒なんで、パズドラがどうこうって話ではないですけど、まあ、アピールの仕方はうまかったんだろうなっていうのもありますから。うん、単純に売り方うまかったよね。なんかスマホの粘りをあんまりこう前面に出さなかったような気がするんだよな。うん、それはあります。なんか普通になんか新しいタイトルが出て売れたみたいなイメージはあるな。あんまりだってね、あのパズドラが 3DS に登場って、ああ、そう。言わんかったね。うん、結構大切なことかなと思いました、それは私は。うん、3DS は 3DS で、まあ確かにパズドラの仕組みあるんだけど、いわゆるそのやっぱゲーム機らしくストーリーや世界観やキャラクターを取り入れて、はい、まあしかもね、遊びやすく 2D、まあちょっとポケモンっぽいとは言われましたけど、まあそのね、遊びやすいスタイルで取り込んで、うん、まあゲーム専用機のゲームソフトとして昇華させたという意味では、うん、その手の加え方はすごい良かったっていうのはあるとは思いますね。そこが、まあ、ダメことの違いっていうのも悪かったと思います。ああ、それはある。価格もだいぶ抑えましたしね。うん。だから、ね、まあ、おっしゃってた通り、まあ、パズドラの話もそうですし、まあ、もう一個ね、ドラゴンクエストの歴代のシリーズ、まあ、8までですけどね、が、スマートフォンで展開されるということ。今のところ1と8だけという、なんでそんな離れた年齢の感じではあるんですけど、まあまあ、順次、はい、初代のドラクエだけ今遊ばせてもらって、
まあ、スーパーファミコンベースなんでね、まあ、なんとなくも見たことのある慣れ親しんだ感じで、まあ、普通に、しかも片手で、うん、楽しむことができるというんで、まあ、なんだろう。本当にドラクエとしての魅力は、まあ、言ってしまえば全く損なってないわけですよ。ドラクエですから、そのままですから。それを、それにスマートフォンならではの、まあ、先ほど片手で遊べるようにするとか、うん、いうところに、まあ、ね、まあ、重点を置いた。っていうのが、まあ、おそらく今回のスマートフォン版の特徴でしょうね。まあ、ドラクエ8なんかもおそらくそうです。ですから、まあ、ねえ、その、スマートフォン、まあだから、ねえ、まあ長らくこのテレビ、まあソーシャルゲームという言葉が生まれたりとか、まあ今最近はね、私はあんまりソーシャルという言葉を使わなくなりましたけど、いわゆる基本プレイ無料のタイトルが増えてきていると。で、ゲーム機でもちょっとまあ昨年からね、徐々に増えてきたと思うんですね。基本プレイ無料、はい、うん。でもそれが、じゃあスマートフォンの真似をしてるだけなのかって言ったら、私は意外とそうは感じなくて、鉄拳レボリューション、あるいは、デッドアライブのね、基本無料版もそうですけど、やっぱり格闘ゲームにしても、あとエースコンバットもそうかな。エースコンバットまだサービス開始はしてませんけど、フライトシューティングにしても、とにかく敷居が高くてマニアックな分野になってるわけですよ。マニアックな分野が他のジャンルと同じように真っ当に勝負しても、やっぱりね、劣るんですよね、どうしても。難しいけど手に取ってもらいづらいっていうのはどうしても変わんないので、だったら少しでも手を取ってもらいやすい形として基本プレイ無料にするっていうのは、まあ、いいかなっていうのではないかというふうには思います。そうですね、だからそういう考え方で提案できるんだったら、うん、基本無料も悪くないんじゃないのかなっていうのはすごく思います。まあ、基本無料とはちょっと違うかもしれないですけど、Nintendo 3DS のソフト2本買うと1本もらうキャンペーンとかも、やっぱりそういう、こう、なんですかね、物質じゃないデータだからこそ、まあ基本無料もできると思います。こういうプレゼントキャンペーンっていうのもできるとは思うんで、まあやっぱりその、まあほぼ、なんて言ったらいいですか、まあ物質だとすごいやっぱコストかかっちゃうと思うんですけど、まあできるだけ低いコストで、そういう風にゲームに親しんでもらえる機会が作れるっていうのは、まあ、今の世代のゲーム機にとっては今後活用していくべきところかなとは思いますね。うん、確かにおっしゃるですね。まあしかもさっきもお話ししましたけど、ダウンロード市場を普及させるにおいて、はい、ダウンロード版をアピールするということには意味がありますので、うん、ですからそうはまあ結構ね、私もこの、まあ、iPhone、まあ、今持ってるんですけど、3年近く、そんなには使ってないか。まあ、3年近く使ってみて、やっぱりその、スマートフォンのゲームはスマートフォンのゲームで、面白いものいっぱいあるんですよ。うん。その、偏見持たずにやったらね。うん。だから、やっぱり、その、舞台があって、そこで踊る役者さんがいるっていう、その2つの、こう、噛み合いがね、まあ、噛み合ってくれれば、どんな舞台とどんな役者であろうが、きっとうまくいくんだろうなっていうのは思いました。うん、そうですね。やっぱ、そのまあデバイスに合わせた操作性とかシステムとかがあれば。あとはまあ強いて言うならば、まあいかにも稼ごうとしてるようなやり方は勘弁してねっていうのは確かにある。はい、だから、まあちょっとさっき話しましたけど、基本無料が、ゲーム機ですね。ゲーム機の方での基本無料が、まあいわゆるその手に取ってもらいにくいからということでやるんならわかりますけど、なんか単に稼ぎたいだけどね、なんかその、いかにもスマートフォンっぽい感じのものをそのまま持ってきました、持ってきただけですっていうのは、あんまり反映してほしくないというのはちょっと思って。ゲーム機ならではの基本プレイ無料を目指してほしい。どうせやるんだろう、ね、うん、っていうのはあります。で、まあそれも、まあ結果的には多分スマートフォンの基本プレイ無料がある種、まあベースにはなってると思うんで、それがなかったら多分やってないところあると思うんですよ。基本プレイ無料なんて。だから、そういう意味でも、スマートフォンでのゲームの展開と、ゲーム機でのゲームの展開が、それぞれお互いを刺激し合って、まあ、それが、まあ、昨年ね、例えば、パズドラとか、ドラクエの話で、色濃く現れたのかなっていうのは、思います、うんうんうん。それはね、やっぱり、大いに結構だと思います。こいつ同州という言葉があるように、大いにやってほしいとは思いました。潰し合うんじゃなくて、結局、スマートフォンとゲーム機も、助け合ってるんだと思いたいですね。うん、
そうですね。実際に、まあそういう、まあ、パズドラみたいな人気作品が出たことで、まあ 3DS 自体のソフトもこう、まあ売れたりするわけですし、まあドラクエっていうのがスマートフォンに入ることによって、まあそのスマートフォンでゲームを楽しむ人っていうのもやっぱり増えるわけですから。そういう意味ではね、まあ、どんどん広げていってほしいです。あとは、まあ単純にね、まあそれぞれ各々が遊ぶためのものを持ってるかどうかだけの話なんで、あと。ね、まあ、スマートフォンを買うっていうのは、ちょっとゲーム機を買うのとはちょっと違うので、やっぱり。うん、そうです。それはね、まあやっぱりどうしてもありますけど、まあだから、まあちょっとね、その、スマートフォンがね、まあさすがになかなかね、今もこう、このゲームをやりたいから、スマートフォンに変えるんだっていう感覚は、ちょっと少ないは少ないと思うんですけど。ああ、まあそうです。そこはちょっとどうしてもありますけど、まあ、いずれにしてもね、そのスマートフォン一つの、まあ、媒体というか、まあ、メディア展開の一つとしてね、あの、ゲーム機の世界が、まあ、早くからね、あの、取り入れるということはしてきましたけど、やっぱり、ただ取り入れるだけじゃなくて、やっぱり、繋がるってことなんですかね。まあ、ね、さっきプレステ4のギャラの話でシェア機能だとかって話もありましたけど、いい意味でのソーシャル性を持ってほしいなというふうに思いますね。全体的に。ソーシャルゲームの間違った意味をね、こう、反映させるとかではなくて、うん、本当の意味でのソーシャル。ね、うまくこう、溶け込ませていってほしいな、というのは、ものすごく思いました。だからこれはね、もう今年もおそらく続いていくと思うので、まあね、どういう風に現れるかって言われたら、それ言い出したらキリがないので、それはもう各ゲームについてお話しするときによろしくね、ということで、ご勘弁願いたいですが、うん、まあまあ、そうですね。まあ、そんなとこですかね。まあ、私は、まあ、スマートフォンはスマートフォンで遊びますし、ゲーム機はゲーム機で遊ぶんで。どちらもこれからもよろしくみたいな感じですね。はい。では、ヨシーさん、何かありましたら。あ、僕ですか。はい。あ、そうですか。ですね。まあ、2013年を振り返る意味で、オイラが一番でかいのは、やっぱり、まあ、暗い話になるんですけど、まあ、いわゆる訃報でございましてね。訃報ですよ。とあるアナウンサーが途方って呼んで首にされたっていう話がありましたけど。そうなんですか。それは、はい。あれは訃報と読みましてね。まあね、組長が、任天堂の元社長がね、天に召されたというような。はい、でかいね、これはね。そうですね。なんか言っちまったね、本当に。で、あの人ね、あの、ファンの間でやっぱ組長って言ってさ。で、ネットなんかでも組長ってググると出てくるから恐ろしいんだよね。そう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 。で、あの人ね、ね、ちょっとだけ会ったことがあってね。はい。会ったっていうのは、その、サインをもらうときに、ね、突っ込んでいったの。ちょうど、確か、日本でゲームキューブが初めて一般人が触れますみたいなイベントだった。だと思うんだけど、はい、確かあの時になってサインをもらった時に、まあ、近寄ったんですけど、本当に組長なんですよ。オーラとか。オーラとか。うん。で今もねネットでね組長でググったら出てくるんですよ。その組長だよ、山内組長じゃないんですよ。組長としか出てこないんですよ。ああはい。なるほど。組長といえばみたいな。うん。だったらこの人が出てくるみたいな。そうなんですよ。で、まあ、トップニュースにもなったし、はい、ね、やっぱゲーム業界をね、引っ張った人ですからね、良くも悪くもね。まあ、ね、若くして、まあ、任天堂の社長になられて、まあ、最初ね、まあ、ゲーム機が出る前でしたら、いわゆる、まあ、花粉とかトランプ、ね、販売して。まあ、なんか、まあ、私も、ね、このお話をした時に詳しく調べて知ったんですけど、まあ、トランプというものの考え方を変えた人でもあるみたいなね、ことらしくて。まあ、トランプがそれまではやっぱ賭博の印象でしかなかったものが、いわゆる子供から大人まで遊べるもんなんですよっていうふうに、まあ、普及させたと。すごくまあ、ね、今の我々だったらトランプ賭博？はぁ？みたいな感じじゃないですか。だから、すごく大きいことだと思うんですよね、トランプの印象を変えたということは。だからそれが、まあ、まず、任天堂のまず一番の大きなお話だったと。うん、で、まあ、それからね、まあ、なんかいろいろ、あれやこれや挑戦しつつも、うまくいったりいかなかったりすることがあって、うん、
まあね、言ってしまえば、その、失敗のなかった人ではないですから。むしろ結構多かった人ですから。そうだね。そうそう。で、まあそんな中で、ウルトラハンドというおもちゃが、売れて、で、ゲーム&ウォッチというゲーム機が売れて、そして、ファミリーコンピューターが生まれたと。いう流れがね、あって。まあね、ファミリーコンピューターから始まって、2002年に、まあ引退、ね、社長業を辞められたので、ゲームキューブぐらいですかね、大体。ゲームキューブの途中だったかな、ゲームキューブの手前だったかな。はい。ぐらいで、まあ、まあ、相談役としていらっしゃったので、当然、まあ、その後のゲームにもね、まあ、ある程度の口出しはされてたとは思うんですけど。任天堂 DS の時の話とかありますもんね。はい。あるね。あの、2画面だろうみたいな話だよね。そうです。うん。そうですよね。まあ、どこまでが伝説で、どこまでのことかわかんないけどね。確かにあるんですよね。あの、まあ、有名な話でね、あの初代ゲームボーイの話がありました、ね。あったね。あの、わざと落としてどうこうでしょ。あれは、まあ、結果的には真っ赤な嘘だったらしい。嘘だったらしいけどね。まあ、インターネットがない時代だったからこそね、あの、間違った知識がどうしてもこう、深く伝わってしまうというか、そういうところはあったと思いますけどね。いろいろあったね。まあ、いずれにしてもね、まあ、誰が何と言うとね、ファミコンの存在は絶対大きかったと思うので。そうですね。で、それを、まあ、最終的に GO って出すことができた社長としてのね、まあ、意見は、やっぱ大きかったんじゃないのかなと思います。やっぱあれ見てるとね、あれ、あの組長見てるとね、やっぱあの威厳というか、あの皇帝っていうの、皇帝ってあのね、あの、悪いやつっていうか、その、だから、はい、悪の皇帝みたいなね。あの、なんだろう、あの、大迫力っていうの、その、あの、スーハミとかファミコンの時でこう天狗商売をしてて、64でガタンと落ちて、ずいぶん叩かれたじゃない、ニンテンドーがね。でもあの時もね、社長がなんかこう叩かれてる様ってあんまイメージに湧かないんだよね。なんかこう、最近の岩田社長なんかがこう、下向いてこう、苦しそうにこう何かを読み上げる写真なんかがあったりするけど、はい、組長がなんか落ち込んでる様ってなんか出てこないんだよね。まあ、それはなんかわかりますね。うん、常にこう、サングラスかけて、あーみたいな感じの。胸を張ってるというか。だから、本当に我が道を行くっていう方だったんだろうなっていうのは思いますね。うん、まあ、横も悪くもワンマンな感じというか。まあ、でも、そうですね。その、成功やら失敗やらがいっぱいあった中でのね、ファミコンっていうのを考えると。ああいう経営者ってのはなかなか日本にいないですよ。まあもう今は厳しいでしょ、だって。なんかまあ、変な言い方したらあの時代だからこそできたところもあったかもしれませんし。ああ、それあるけどさ、だい岩田社長がさ、最近苦しいけどどうなって、申し訳ございません。こう一生懸命やってきたらなんとかっていうのに対して、組長なんか、最近調子悪いけどどうですかって、だから何か文句あるんか。っていう感じの。だからなんや、みたいな。それはいい時もあれば悪い時もあるやろ、みたいなね。だからそれって許されちゃう人なんだよ、あの人。まあ、カリスマ性ですよね、そこまで。そうですね。まあ、本当にいい意味で全然ブレないところがあって、うん、そういうところがやっぱり、カリスマ性を帯びる原因だったんじゃないですかね。カリスマ、今、もしや、あれやってもまた叩かれないんだよ、多分。すごいよね。そういう偉人がね、まあ手に召されたという話だったな。はい、まあそうですね。まあゲーム業界はまだやっぱり、まあファミコンができて30年っていうところですから、まだなかなかこういうすごい人が亡くなられるっていうのは少ない業界ではありますけど、まあ、今後。あ、まあね、あとね、あとほら。あの、NME ゼロとかさ、D の食卓とかで有名なさ、E のケニさんも天に召されたりする。そうですね。うん、40まだ、はい、若くて。若いよね、もったいないね。これね、まあ、最近話が、まあ、あの、最後にあの作られたのが、ウリベアの君と僕に行ったりという作品が、最後の作品だったんですけど、あれからね、ちょっと間を伝わらなくて、どうなってるんだろうな、という中でのね、お話でしたけど。でもね、あの、まあ、当然ね、ゲーム業界だけじゃなくて、他の業界、まあ、それこそ芸能人の方々でもね、そういわゆる、多くなってきましたけど、やっぱり、その、なんだろう、まあその亡くなってしまったこと自体もちろん寂しい話ではあるんですけど、やっぱりその、不安なのは、その、次につながるものを残していけてるのかっていうのはあるんですよね。うん、その、やっぱり例えば任天堂、まあ今だったらね、宮本さんだったりとか、
まあ、岩田社長もいらっしゃいますけど、宮本さんももう若くないですからね。まあ、そうです。変な話、本当に。もっと言うなら、ドラクエのね、杉山浩一さんなんか、どうすんのよ。全然若くないですからね、もう。杉山浩一さんはそうですね、本当に。失礼な話ですけど、いつね、あの、そう、いつ手に召されてもさ、全然、ああ、そうです。1931年の生まれ、今80歳オーバーでしょ？そうです。うん。ですから、すごいね。すごいですね。なかなかまあ、その、こういうエンターテインメントって感性でやっているところも多いですから、なかなか同じことやれって言われて、できるような世界ではないわけですよ。やっぱり。だって、ね、岩田社長に、多分山内前社長はね、あの、俺みたいになれって多分言わなかったと思うんですよ。だってそれぞれのやり方があると思うんで、まあ、多少なんかね、指導はしたでしょうけど、だから、その、いわゆる、任天堂マニュアルさんだったら宮本さんの後を継ぐ人も、別に宮本さんのやり方をそのまま引き継いでるわけじゃない。宮本さんのやり方を引き継ぎつつも、その人なりのやり方を取り入れていって、それを、まあ、ユーザーの皆さんに提供していくっていうやり方が、まあ、正しいとは思うので、いずれにしてもそういう方々が、まあ、育ってるかどうかっていうのはすごく気になるんですよね、やっぱり。その、まあ、ちょっと言い方悪いですけどね、例えば、去年だけじゃないですけど、まあ、活躍されてるね、あの、稲船さんとか、ね、そのカプコン離れて、ロックマンが音沙汰なくなったみたいな話もありましたし、そうなかなかその、逆に言えばワンマンで やってると、いざいなくなった時に、何もかもがパッと止まってしまうっていう逆転もあったりするので、まあ、ケースバイケースですけどね、これももちろん。いや、でも大変だと思うよ。後ろが育ってないってさ、経営者だったらなんとかさ、なるかもしれないけど、クリエイターだったらね、杉山浩一さんだもんね。あの人がやらないドラクエなんてのはさ、ねえ。ねえ。ね、うん。例えば何、こいつはあの、失礼だけど、あの、鳥山明さんに失礼だけど、あの、絵なんてものはさ、はい、なんとか、まねしようとればなんとかなる部分ってあるじゃない。まあ、トレースとか手段はありますけど、うんうん。そう。あの、でも音楽はさ、なんか使う楽器をできるだけ真似してみたいな程度でしょ？そうです。うん。感性がもろに出る世界だと出るからね。なかなか、ね、杉山さんの、もし弟子がいたとしても、同じようにやれっていうのは絶対無理なんですよね。うん。うん、これね、杉山さんがね、80歳超えても現役なんだからさ、ただ一歩引いてるとは思うけど、じゃあ宮本さんもあと20年ぐらい頑張ってほしいよね。まあまあ、でも、だいぶね、最近の話だとメインの立ち位置ではあんまり作ってないって話もされてたりするんで。そうですね。うん、今はもう、だいぶ引いたところからいろいろ見てるっぽいですけどね。うん、だから今でしたら、まあよく名前が出るのが、今野さんかな。ああ、出るね。ロッカードでしたりとかで、ね、今野さんでしたりとか。あの、まあ、ゼルダの青沼さん。青沼さんもでも、どうなんかな、そんなに若くないかもしれませんけど、うん、だったりとか。ね、結構他のクリエイターの方々が露出してる傾向もありますので、やっぱりね、会社って今さえよくやる話じゃないので、まあそうですね、長い目で、長い目で見た時の後継者をっていうのは本当にね、まあ任天堂はまだね、そうやってなんか見えるところでやってくれてそうなのでまだいいんですけど、他のメーカーはどうなのって話なんですよね、やっぱり。まあそうですね、もう別にいいやぐらいの勢いでもう今をしのぐことが精一杯でってなっちゃってたら、やっぱそれは怖いなと思ってて。あかんね。あかんと言いつつも、ね、本当に、そう、仕方ないじゃないかと言いながら作り続けるみたいなね、そういう状況になってる可能性もあったりするので、それがちょっと辛いところですよね。まあ、まあ、ゲーム業界も30年ってはね、結構みんな年取るからね。そうですね。ですから、で、しかもまあ、結構ね、あの、あまり体にいい食料なので、ああ、いいかと思いますけど、ね、結構ね、あの、負担をかける仕事なので。思うんだけどさ、あの、よくさ、あの、国語とか算数とかどっちが大事とかっていろいろ言うじゃない、あの、はい、学校の間で。でも最終的には体育なんだよ。ああ。最後の最後は。それだって、まあね、健全な、あの、体から全てが始まるみたいな話もありますので。結局な、勉強すると体力勝負だしさ。このゲームクリエイターなんてどうしてもさ、とんでもねえ、あの、働く環境ってイメージあるんじゃん。アニメ作ってる現場もそうだけどさ。はい、まあ、ですからね、その合間合間でもね、ちょっと走り、
で歩いたりするだけでも違ったりするとか、まあ、そういう話を、まあ、私がクリエイターだった頃もね、話してたりもしたことありましたし、私自身もやっぱりね、働いてる最中、ちょっとでもね、ちょっとでも運動したいと思っていろいろ試みて、なんとか続けられそうなものを続けたりはしましたけど、まあ、そんな中でね、まあ、各メーカーが、まあ、会社として生きていくためもそうですし、まあ、楽しいゲームを提供するために、まあ、どうしていかなきゃいけないのか。まあ、ね、小規模なら小規模なりのやり方がありますし、まあ、でっかいメーカーはできるだけね、まあ、どんどん、こう、いろんな作品発売して、ね、ゲーム業界を盛り立てていってほしいですし、それぞれの役割をね、やっていってほしいなっていうのは思いますね。ちょっとこれぐらいで締めないとね、話が続きそうなんです、うん、そうだね。はい、はい。はい、だいぶ。はい、よくできました。よくできました。締めがよくできましたって何なんでしょうね。まあちょっとね、だいぶ時間も取り、はい、過ぎましたし、まあね、一つずつと言いながら結構ね、何個かの作品もお話も絡んだので、まあ、よしとしましょう。よし、よし、OK。